こんにちは、速稼塾の久保です。なんか今ね、とてつもないやばいニュースが入ってきましたね。これがですね、マスターカードが暗号通貨とつながるってことなんですよ。ちょっと画面切り替えて記事読んでくださいよ。3、2、1で、はい、変わりますよ。はい、マスターカードが暗号資産に年内対応と発表。これ発表したんですよ。中央銀行デジタル通貨 CBDC で中央銀行数行とも連携ということでね。いや、どうですかこれね。私ね、今日新しい暗号通貨ちょっと仕込まないといけないかなって気持ちに久々になりました。まあこれは待ってましたみたいなニュースですよね。ちょっと記事読んでみましょうか。米マスターカードは今年から暗号資産のサポートを追加することを発表しました。マスターカードによれば、暗号資産を自社ネットワーク内で取り扱うことにより、より多くの加盟店で新しい支払い方法が提供できるとしています。また暗号通貨と従来の通貨の変換の必要がなくなるため、効率性も向上します。ですよね。これはすごいですよね。なお現時点ではマスターカードがどの暗号通貨を取り扱うかは発表されていません。ビットコインなんじゃないの。これについてはコンプライアンス対策など要件を今後検討するとしています。また世界の主要な中央銀行と連携することで、日本はどうでしょうか。CBDC と呼ばれる新たなデジタル通貨の発行を検討しています。新しいね、デジタル通貨ね、それはありえますね。で、暗号通貨をめぐる最近の動きとしては、ペイパルがビットコインなど4銘柄に対応したことで、その流通性がさらに高まっています。またかつてはペイパルを所有していたイーロン・マスク氏のテスラ、これね、すごいですね。15億ドルのビットコインを購入したことで、一時暗号通貨は史上最高値を記録したということで、これ、ね、BTC じゃないかなと思うんですけどね。一方、マスターカードはこの動きは暗号通貨の購入を促進するのではありません。促進されますよと説明しています。まだまだ暗号通貨がどう取り扱われるのかについては不明ですが、着実にその足元を踏み固めているような印象も受けますということなんですよね。このね、マスターカードが取り扱う暗号通貨が何なのかははっきり言って分かりません。分かったらね、そこに買いが殺到するでしょう。でも少なくともこの情報を知ってる人はいるわけですよ、世の中に。ね、マスターカードの役員とか担当者とか知ってますよね。ということは、そういう方がインサイダー的に買いを、集めているのはあるんじゃないかなと思いますね。まあそういう意味でも、ちょっとね、トップ100もしくはトップ1000ぐらいの暗号通貨ね、ちょっと一個ずつ私に時間かけて見てみようかなと思います。そして、これが怪しいんじゃないかなっていうのは、この放送でまたたびたびね、ちょっとこっそりとお話していきますけども、責任を持てませんからね。私の独断と偏見と、なんか思いつきでございますんで。皆さん、自分で考えてくださいね。ということで今回はね、マスターカードと暗号通貨がガチンコなってしまった、ガチャンコなってしまったというね、ついに私たちが待っていた時代が来るんではないかなと思います。これによって地上から消える法定通貨がもしかしたらあるのかもしれません。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。こんにちは、速稼塾の久保です。今日もですね、暗号通貨のことちょっとね、喋っていこうかと思います。48歳ですけども、48歳見えますかね。50になるとやっぱりね、年寄りだって感じがしますね。若々しくいたいなと思いまして、ちょっと明るめのね、服を着たりとかしないといけないかなと。いつも和服だとね、やっぱりちょっと年上に見えますね。まあということで、前置きはこの辺にしといてね、画面を切り替えてコイン月光を見てみましょう。これです。まずね、ビットコイン見てみますけども、ビットコインの価格、500万円をもうね、何度も超えるようになってきましたね。ですんで、多分ね、この500万円がもうベースになってるんですよね、今ね。ほら、レンジで485万から500万飛んで5万円の間でレンジを書いて、どちらかというとこのレンジも傾きが上の方ですよね。こういう上の方に向かってますよね。で、ちょっと14日間見てみましょうか。あら、もうこれね、すごいですね。この2週間で350万から一気に500万に駆け上がってきたんですね。180日見てみますけども、ほら、ずっと100万で推移してきたのがね、ぐーっと上がったと。で、1年見てみると、ほら、1年前の今頃ですよ、100万を超えたらもう心理的に買えなくなるよってことを私繰り返してですね、95万あたりの時に、購入をお勧めしたということになりますけども、あの頃ね、意を決して何人かの方が買ってくださいましたけども、
意を決してっていうよりも5000円でもいいし1万でもいいんですよ。なんかね、1ビットつまり100万円を1単位で買わないといけないっていう風な勘違いをしないように呼びかけてきましたけどもね。うん、でも勘違いして100万円買った人は1年間でね400万円ぐらいのあらりが出てますから、まあなんていうんですかね、あらりですよね。うん、すごいですよね。いや、これ私のおかげってよりもちょっと私が浮き足立っていたのかもしれないですけどね。ね、値下がりして暴落しても責任が持てませんのでね。はい、次イーサリアムですけども、イーサリアム実はね、私かなり可能性があると思って、2万5000円ぐらいに落ちた時に、それ2018年ぐらいですか、ぐーっとね1万円台まで行くんじゃないかなって時に、まあいい機会だなと思って買ってみたんですよ。うん、エーダ気分でね。まあ、そうするとあそこからみるみる上がって、これねイーサリアムももうおおむね20万円なんですよね。だから今19万円から19万5000円のレンジを書いてますから、しかもこれ全体見ても右肩上がりでしょ。で、14日間足にしてみますけども、もう完全にですね、16万、18万のレンジを割らないようになってきたんですよ。18万、20万のレンジになってきますね。180日見てみると、どうでしょうか。はぁ、5万円のところから駆け上がってきたんだ。1年にしてみると、そう、1年でしょ。だから私が買ったのって、この辺なんですよね。すごいなぁ。ちなみにマックス行ってみましょうか。はい、もうすごい、なんかね、数千円みたいな時もあったんですよ。その時に私、イーサリアムってものの存在を知ったような気がするね。2000とか3000みたいな時代の時に。あの時はさすがにイーサリアムの意味が分かんなかったんで、うん、買うとか買わないとかっていう話じゃなかったですけどね。はい、次は我らがエイダですけども、エイダは完全に100円、1エイダ100円の、隙間に乗ったんじゃないかなってことですよね。94円から、100円のこの6円の間のレンジを描いているような気がします、私はね。で、これもですね、30日足見てみますけども、1ヶ月の間にこんなに化けるわけですよね。暗号通貨ってすごいですね。そして180日行ってみると、もう25円を超えなかったんですけども、25円を超えてから凄まじい駆け上がり、もうまさにねエーダムーンですね。年足で行くと本当に2円とか3円の時代が長かったです。もうダメだったんじゃないかなとかね。で、50円、60円、80円で買った人もちょっとがっかりしたんじゃないかなと思いますけども、これで大きくね、もう大見を振っていけるということですよ。でもまだまだね、125円あたりまでは全然上がりますんでね、このテクニカル的に見てみれば。そして過去125円あたりまで上がった、2018年の1月ですか、1月の前半、この時と比べて、ADA ですね。ADA、体のADAは、随分とプロジェクト進みましたからね。まあ、今回は、流行りではなくて、まさに進捗と信頼のもとについた価格ですから、これはね、価格が下がりにくいと思いますよ。で、いまいちよくわからないのが、XRP なんですけども、確かにまたね、70円台まで上ってきたんですけども、あの、訴訟は何だったんですかね。SEC の訴訟がどうとか訴訟がどうとかっていう時って20円とか切るんじゃないかっていうところまで行きましたけどね。ついさっきのことですよ、あれは。つい最近のこと、あれをものともせずにぐんぐんと上げてきて、やっぱりこれね、なんかやらせだったんじゃないかなって気がするんですよ。あそこで噂で売らして、で誰かがまあ買いますみたいなね。私はちょっとプラスアルファで買うことはできなかったんですけども、20円台になろうが30円台になろうが、もう0円になっても手放さない覚悟で私リップルね大量保有しましたんで、まあ良かったなってとこですよ。ここまで値段がついてくれればもう完全に含み益ですからね。ということで、ファイルコインっていうね変な ICO 以外は私はね暗号通貨全部今のところ含み益で、ファイルコインだけはね本当にやられたなと思いますよね。ファイルコイン、あとフォインですか、フォイン、コインとファイルコインとノアコインとスピンドル。まあ、ノアコインっていうかスピンドルは私全然買ってないんですけども、この4つはね、なんか、何だったんだろうかなと思いますね。何だったんだろうかと思ってるだけですよ。はい、ということでね、私が、ね、余計な暗号通貨も買ってしまいましたけども、いろいろ買って、で、しかも、それぞれ買ったものの資金量とかって、ね、きちんと配分して、やっぱりね、思い入れの強いやつとか、腰が入ったやつは、しっかりと上がってくれましてよかったなと思います。そしてなんかいまいちね疑い半分半信半疑でまあ買ってみるかみたいなやつはダメになってましたね。
やっぱり有名人が勧めるやつは、なんかね、うまくいかなかった印象があります。有名人が勧めるやつはね。で、有名人じゃないんだけども、しっかりと、頭の利く人が、公明正大にやってるやつとかはね、なんかうまくいったんじゃないかなって気がしますね。まあ、暗号通貨の投資ってのはどうやって当てればいいのか私は分かりませんし、それこそね、当たるも発見、当たらぬも発見みたいなところがあると思うんですよ、はっきり言ってね。ただ、だからこそ、自分が意識もしてないのが、ドーンと上がったりね、そこにチャンスがあるのかなと思うんですよ。ただやっぱりあくまでもこれは余剰資金でやるもんであって、生活費を削ったり、虎の子の貯金をはたいてやるもんではないです。私も暗号通貨のね、すべての暗号通貨の資産が、今日この瞬間なくなっても、いってーって固めつぶってこう、固めつぶってこうやるだけで、暮らしには全く影響がないように、まあ少しずつ少しずつやってましたからね。まあそもそも、買える値段じゃないやつは買わなかったんですよ。1単位が100万、200万みたいなやつは私買ったことがないですよ。もうそれこそ、一つの通貨が、A だなんてね、0.2 円で買ってるわけですよ。0.2 円は買えるでしょう、誰でも。1円もしないわけですから。そういうやつとか、イーサリアムだって値段がね、ぐーっと落ちて3万円を切ったから買ったわけなんですよ。イーサリアムがね、5万、6万でも私買わなかったわけですからね。10万でも買わなかったわけですよ。だからその、自分の手の届く金額に入ってきた時に、初めて選ぶみたいなね。ネムだって私5円になったからですよ。5円になったから買ったわけですからね、ネム。バーンと盗まれちゃったんですよ、580億円。あれで私はネムの存在を知って、暴落して、あ、5円になったなと。有名になったネムがなんでこんなに叩き売られたのかなと。それは狼狽で売っただろうから、まあ5円だったら自分のね、お小遣いで何十万かポンと買うのは、まあそんなに痛くないかなっていう程度で買っていくと、今ネムはね、40円超えてますからね。5円で買って40円超えたんで8倍でしょ？いやーなんかすごいラッキーだなと思います。まあこれ私の自慢話をしてるわけじゃなくて、言いたいのはですね、これまとめに入りますけども、自分の払える、ね、手元にあるお金で払えるものになったら買えばよくって、それこそ無理して買うようなもんではないんですよ、この暗号通貨も投資も。で、それがなくなったら困るんだったら、例えばね、ADA も今なくなったら嫌ですけども、ね、すごい含み益持ってますから、嫌なんだけども、なくったって、固めつぶっていてっていうだけで、特に暮らしは変わらないよと。まあ、完全な余剰資金ですよ。生活のペースとリズムとは関係ないところに置いておくのが余剰資金ですからね。10秒後になくなっても構わないお金。それが余剰資金ですから、その余剰資金の許せる範囲で買うと。それで買えないんだったら、もうそれはチャンスがね、チャンスを生かす力量がなかったってことなんですよ。そういうことに私は決めてますね。皆さんの投資スタイルはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。